金の卵買ったんで帰ります。いいね、ここね、初めて取った。ここで買えばいいのか、金の卵。でさ、犬おしっこさすってもちゃんと流せば許されそうだし、うん、これなんか無駄に広いけど、この奥もなんかつくのかね、ぽいね。ここ中井も行ってみるじゃん。行ってみようよ、別についでなんて。なんかじゃあこっちが出るって本当に珍しいね。家族旅行した時にさ、だいたいほとんどのサービスエリアとか泊まってさ、何かしら食ってたりしてさ、なんか楽しかったなっていう思い出がある。なんかサービスエリアに入ってさ、絶対さ、うん、もらってるっていうか絶対することはって、私あの無料で飲めるお茶いつも飲んでた。ここもあんのかな、わかんない。ウォーターサーバーあったけど、飲めるじゃん。これこっちやってんだよ。待って、やってる。逆走だったらもう終わりだよ。ああ、こういう感じで合流するわけだ。
夜はさすがにあそこの道通りたくない。8キロ。